ダラガーやシステラ、ずいぶん長いこと故郷を離れているせいか、あの寒空が懐かしい。知っているだろ、俺は退屈な日々が嫌いだって。幸いなことにリーウェイにはあらゆるところに導火線がある。こうして火をつけてやれば。まとめてかかってきな。刺激が足りない。まあディナーの前のおやつとしよう。そろそろ締めか。スキューリッそうかな。賢い者は軽率に七へと足を踏み入れはしない。勝って当然の結果だけど手加減はしないよ。というわけで兄ちゃんは野暮用でしばらくリーウェで暮らしている。なあトーニャ、どうか安心してくれ。女皇が望む未来、スネーシナヤの望む結末が必ずやってくる。